こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る。時には10分から20分くらい喋ることもよくあります、えー。という気楽なコンセプトで、世界文学の名作と、それを書いた作家や詩人について、気ままに楽しく語っていくチャンネルです、えー。面白かったなと思ってもらえたら、チャンネル登録などもぜひよろしくお願いします。はい、えー、今回は、えー、アントン・チェーフォフ。 3回目になりますが、チェーフォフの「桜の園」について話してみたいと思いますが、まあ、その前置きとして、チェーフォフについて、またちょっと話してみたいと思います。えー、僕のチャンネルでは1回目として、えー、一人芝居の一幕もの喜劇の「タバコの害」についてという芝居をやりました。これはですね読んだら誰でもゲラギャラ笑う、<笑>とても面白い芝居でしたね。 で2回目は「かけ」というですね名作、短編短編小説、えー、これについて話してみました。でこまあ,あのシェーフ,フといえばですね四大戯曲なので、えー、カモメワーニャ王子3人姉妹、そしてこの桜の園が、まあ、一番有名でしょうか。はい、でシ、えー、ェーホフ,フは僕は結構つき,付き合い長いって変ですけどね。あのー、まあ 四大局も読んで小説も読んでたんですけどこのトーマスマン全集のこのトーマスマン全集は評論集なんですけどこの中で、えー、チェーフォフシロ論というのね、えー、チェーフォフに対する評論を書いているのを見てですね、えー、トーマスマンの評論にしたら結構分かりやすい評論だったんで、まあ、それも読んであ面白いなと思いましたトーマスマンとか、まあ、日本の辻国もそうですけどこうバルザックとかトルストイみたいな 長大重厚、長大のような感じの対策をこう尊重する気質の人たちなんですけど、なのでトーマスマンはそのチェーフォフ史論の中で、えー、長い間スルーしていましたみたいなことを言って、ですねで、えー、同じくこう短編の名手、モーパスタについてはよく知ってたけど、チェフフの短編はあの最近知ったけどめっちゃ素晴らしい天才だみたいなねことを言ってました。で、えー まあ,あとロシアの状況とかね、チェーフォフの気質とかいろんなことを書いていくんですけど、割とですね、チェーフォフの短編というのは大物に評価されていて、例えば、犬を連れた奥さんというものには、ですねトルストイがそれを読んで大号泣したっていうんですね。ただ、チェーフォフが犬を連れた奥さんで書こうとしたモチーフとは違うところに感動してるんですね。当時トトルストイは晩年で キリスト教的理想主義を目指していて、こう無視であること、無心であること、そういうことに重きを置いて、まあ、この主人公はまさに無視だと、まあ、そんなことにね、なんかこう、共鳴して泣いてしまったみたいな感じだしですね。それと、6号室という、これもあの有名な、チェーフとしては有名な小説が、これはあのレーニンが、あのレーニンノートという,こう長い試作の跡があるんですけど、えー、日記に書いてですね、チェーフの6号室は素晴らしい、これはそのままロシアそのもののことだってね、言って。 いましたちなみにレーニンノートっていうのは確か左側に課題を書いて右側に後から感想を書くみたいなそんなノート術を使っていてですね、えー、昔はレーニンノート術っていうのがですね自己啓発の世界でえ紹介されたりしていましたねはい、えー、それからまあ私が賭けを短編小説としては一押ししているっていうねでも私は大物じゃないですけどねそんな感じです、えー、それとあとああのー、まあ 個人的な思い出として、この辻国世の雨季の終わりという短編小説集があるんですね、ある生涯の7つの場所っていう連作短編、全部で8作ぐらいあるんでしょうかね。でえーこの 雨「雨季の終わり」っていうのは5編目だったですかね。で、この短編集ですけど、もう表題の「雨季の終わり」っていう短編小説の中に、えー、昔は医者だったけど、今はもう没落した人がいて、こうああ、俺は昔は医者だった、手術さえできていたってこう、延々と医師元医師としての栗ごというシーンがあるんですけど、そのセリフが、えー、チェープフのカモメの中で出てくるドールンという医者のセリフそのまんま パクってるんですよ10行ぐらい、えーまあ、著作権も切れてでいいんだろうなと思うんですけど、えー、チェーフ好きな人は読むとですねカモメからパクってる完璧にセリフそのままあってね、えー、そのセリフをもとにこういう小説を作ったのかなみたいな感じで思ったりしましたそれともう一点あの浪人生活を送ってですね大学に行く前にで、えー、その頃 四、えー、大義曲の中の「三人姉妹」という芝居を自分でカセットテープに録音してですね折に触れては聴いていたというね。えー であのヘミングウェイがリアウォーをいつも読んで、あの芝居を読むと元気になるってこう言ってたんですけど、僕もその19歳の当時は、自分で吹き込んだ3人姉妹を聞くと、ですねなんか元気が出るというね、3人姉妹を読むとなぜ元気が出るのかっていうのは、全く意味不明なんですけど、まあ、とにかくそんな時期があって、ですねチェーフは相当ハマった作家でした。 で、えー、今回はですね、えー、そういう自分のチェフ経験をベースにですね、えー、桜の園を採読した、まあ、ちなみにさっきのカモメと三輪姉妹もう1個ワーニャおじっていうのがあってそしてこの桜の園を入れ,を入れて チェの四大戯曲と言いますであとこのプロポーズとかクマとかさっき言ったタバコの害についてとか一幕もの喜劇のような芝居もたくさん書いていてどれもこれも、まあ、か外れなしに面白いんですけどねでこの桜の園を読み返してですね、えーまあ、またやっぱり相当通読したのは何十年ぶりだったんでいろいろ思うところがありますで何よりも一番感動したっていうかこう なんというか、勘というか、ですね笑い事じゃないんですけどあの、桜の園はどこにあったのかっていうのが読んでいくと、なんとなく分かるんですけどねさ、この桜の園はどこそこ県のどこそこにあるというふうな書き方はチェーフフはしていないんですけれども、どう見てもですね、このドネツクの大草原のどこかだということですね。 えー、まあね、これで見ると、まさに今あ、2022年5月8日現在、ロシアとウクライナの、まあ、戦争、戦場の場ですけどね、桜の園というのは、この辺りのどこかにあったということですね。で、えー、登場人物の一人、ロパーヒンという人があ、この辺の桜の園から、このハリコフ。 ハルキーって今言いますかね、ウクライナ語で、ハルコフに仕事で行くっていうね、そんな会話もあります。でちなみにチェーフォフはタガンログで生まれています、このアゾフ海沿岸の町ですね。まあ、あ当時は帝政ロシアだから、ウクライナという独立した国はなく、まあ、この辺一帯、大草原というようなことですね。まあ、アゾフ海というのは黒海の上部、まあ、最近ね、この辺の地図はよく、えー、テレビでも見るところであります。 はい、えー、でこの桜の園はちなみにロシア語で、えー、この日本語で桜の園というとなんかねこう特別なあ存在感がありますけど単に果樹園というようなあ意味合い桜の果樹園、桜園まあ園は園っていうあれですけど、まあ、そんな果樹園的なね意味合いの言葉にすぎないそうで桜の園と。 日本語にするとね、なんか日本語というのはやっぱり大変な応用と奥行きがあるなというふうに思いました。 はいでこの桜の園ですけど、どんなことが書かれているのかというと、まあ、ストーリーは当時の帝政ロシアにおける貴族の没落ということでね、えー、なっていきます、まあ。ちなみに3人姉妹も貴族の没落がモチーフになっていましたね。で、えー、かつてはこののののさっきのドネツクの大草原のあたりに こう巨大な桜の園、さくらんぼが2年に1回取れると、大量に取れるので、それを売ってえ巨大な富を得ていた貴族の屋敷の一族がですね、えーまあ、没落して、それとラネフスカヤというですね、まあしまあじ、実質の主人公ですかね、ラネフスカヤという、まあ、40代の女性、地主ですね、彼女の娘たち、アーニャとワーリャと、彼女の 兄のガーエフというね、えー、そういう登場人物の構図になってきますその一族がまあ、主にラネフスカヤさんがまあ、好きな男ができてですねまあ、子供が7歳で男の子が7歳だったかな、えー、一計画川で溺れ死んだのがショックでフランスにもう逃避行のように逃げていった で召使い引き連れてですねでそこで知り合った好きな男にフランスで別荘を買ってやったり、ですね彼の借金肩代わりしてやったりで、まあ、散財に散財を重ねてお金がなくなってしまうというね。で、そうして桜の園を担保にお金を借りていたようで返せないと。で、競、まあ、売にかかってしまうと。で、最後は競売で売られてしまって。 でえー、そこであのロパーヒンというです、ね、この一族の元農土で、えー、今は商人としてこう相当成功している人があその人は勝っていくでその人はあのー、このラネフスカヤとガーエフの兄弟が、えー、なんか楽観的に何、ねまあ、とかなる何とかなるみたいなことを言っている間に、まあ、この桜を全部切り倒して別荘地として売りに出せば競売にかからないで誰か絶対買い手がつきますよと当座のお金は私が用意しますよと。 何回も何回もアドバイスするんですけど、そんなことなんか論外だみたいにね、のんきなことを言っていて、何を言ってるんだ、あんたたちはみたいな感じに、ロパーヒンはもうイライラするんですけど、結局、ロパーヒンのアドバイス聞かずに、競売になって、で、ロパーヒンが勝ってしまうっていうね、でえー、ずっとアドバイスしてたじゃないですかっていうんだけど、うん、まあショックを受けてですね、もうフランスにまたラネフスカーさんは逃げていく。 という、ね、えそういうううねそのがあ大筋で,すでまあ没落する貴族とロパーヒンのようにこう濃度解放後にこう成り上がっていく、えー、商人たちみたいなそんな構図があるわけなんですね。でまあこの物語を柱に、まあ、いろんな人が芝居ですからねいろんな人がいろんなことを言うわけです。で、えー、チェーフフの戯曲の中ではよく出てくるんですけどこう理想の社会に向かって、えー、世の中は進んでいると。 訂正、まあ、ロシア、濃度解放、資本主義、近代化の、まあ、鉄道なんかも導入されてですね、近代化の道みたいな、そんな風な流れがあって、やがて未来は素晴らしくなりますよって3人姉妹でも言うんですけど、この中でもね、えー、永遠の大学生みたいな人がそんなことを言ってですね。 うん、でも、そうはならないだろうねみたいなトーンも同時に流れるんですね。で、チェーフフは、まあ、この社会のこう総合的な発展を登場人物に言わせて、しかしそうはならないだろうみたいなことも同じく言わせるっていうね、えー、そういう冷めた目、そう、チェーフフっていうのは冷めた目をした作家っていうふうにね、えー、言われています。まあ、冷血な作家なんていう人もいるぐらいですね。はいで えー、まあ、吸ったもんだして結局ロパーヒンのものになって一族は崩壊していくんですけどあとはその、まあ、ロパーヒンが娘のワーリャーと結婚するんじゃないかって思わせつつ結局最後までね、えー、そういうプロポーズの機会まであるのに結婚しないみたいなねもし結婚してたらね桜の園の一族の娘が新しい所有者のロパーヒンと結婚してなんかね丸く収まる的な感じもあるんですけどなんとなくそうはならないということですね。それとこのさ 中で、一つものすごくこう塩味が効いてるみたいな感じの存在が、えー、フィールスというですね昔からもうこのラフネスカヤのおじいさんの代から使えている、まあ、元ノードにして解放された一般市民みたいな人がいるんですけどこの人はあの、えー、例えばフクロウが鳴くと良くないことがあるあの時もそうだったとかって言ってですね あの時の悪いことって何だって聞かれたら、濃度解放ですってね、みんなちょっとしらけてスルーしてしまうんですけど、このフィーネスっていう人は、まあ、ずっと召使い、87歳の老人なんですけど、 うん、濃度解放前は良かったと。まあ、これはなんかね、風立ちぬじゃないや。あ風と共に去るにおける古き良き南部、風と共に去りぬってね、あの黒人奴隷で綿花畑で労働させた、あの頃の南部は良かったって白人が言うけど、黒人はたまったもんじゃないだろうみたいな感じなんだけど、昔ながらの濃度フィールスはあの頃の方が良かった。まあ あ濃度として使えていた頃が良かったみたいなね、そんなことを言う老人なんですね。そして最後にみんなが、あロパーヒンが買って、もう桜の木をね、膨大にある桜の木をこう切る音がね、舞台に響くわけですね。カーンカーンって桜の木が切られていく。でこれはもう別荘地にして、えー、別荘として貸して、ロパーヒンが儲けようとしている。まあ、その構想をラネフスカヤたちに言って、そうしたら、 あの手放さなくていいですよっていうけど別装置なんかしないここは桜果樹園よとか言うんで、えー、そういう空理空論みたいな感じであの結局手放してロパー品はあの元主人たちに勧めてた当時の事業を自分はするんですねでみんないなくなって、えー、病気のフィールスはもう助からない病気になってて最後一人だけ、えー、果樹園桜の園に取り残されて 桜の木が切り倒される女の音を聞きながらですね、夜、えー、死んでいくんですよ。最後このフィールスが死ぬシーンでこの芝居は終わるんですけど。 この,あの公文社の、ね、新しい翻訳で、えー、哲学書なんかだととても読みやすいスピノザとかカントとか本当に読みやすくなっていてあのルソーの孤独の散歩者の無双も公文社の翻訳で読むととてもよく分かりました。新潮文庫の翻訳でルソーの孤独の散歩者の無双を読んだら何も分からなかったぐらい分かりにくかったんですけどね、えー、ところがこの桜の園の最後のフィールスのセリフだけはねこの公文社の翻訳は僕はちょっとね失敗だろうとか思うんですよね。えー、まあこう、 87歳、えーえっと、ラネフスカヤのおじいさんの代から桜の園に仕えていたで、彼はこの桜の園がまさに切り倒されて世界が終わるこのシーンに立ち会って、自分も死んでいくんですけど、うん、こんなことを言うんですね、えー。こうしてお迎えが来たって、これはまあ日本語におけるお迎えが来る、もう死ぬっていう意味ですね。こうしてお迎えが来たって、なんだか生きた気がしないな。 っって言って言こう,うにに、ね、こうしてお迎えが来たってなんだか生きた気がしないなこれは多分原文に忠実にそれを巧みに日本語に置き換えてる素晴らしい役だと思うんですけど僕が読んだ「世界文学全集」の中のチェーフフの間での桜の尊の翻訳はこの部分はですねこうこうしてお迎えが来たってなんだか生きた気がしないなはもうこうあ,あ,あっという間に 人生が終わっっっててしまったって言うんです、ね、ああ人生があっという間に終わってしまったってつぶやくんですよ。うん、で、えー、まあどっちみち翻訳ですからねもう好き好きの世界ですけどあ,あっという間に人生が終わってしまった過ぎてしまったみたいなこの表現の方がお迎えが来たってなんだか生きた気がしないなよりもねこの桜の園の 最後の瞬間にふさわしい言葉かなって桜の園も終わるわけですねあ,あっという間に人生が終わってしまったって、ねえー、というような感想を言いつつ、えー、このフィールスの終末の言葉で、えー、この「 芝居は終わっていくんです。で、まあ、ああの、チェーフォフの面白さっていうのは、あの、タバコの害についてとか、ま、あこれに乗ってるプロポーズ熊とかの一幕ものの喜劇とかにもあるんですけど、めちゃくちゃ素晴らしい、そのユーモアセンスにあるんですね。なので、こう、真面目な桜の園とか三人姉妹においても、あの、セリフ聞いてるだけでなんか面白いですよね。で、これは、ま、あ野球で言えば、 ストレートを投げてるつもりでもボール1個分だけ必ず外してるみたいなね。そういう類の名人芸なんじゃないかなっていうふうに思います。えー、今日はチェーフォフの桜の園とチェーフォフ全体について、えー、まあ思うところを簡単に話してみました。いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。